置いたら、ここへ乗る。で、ここに乗った時に、反対の足が出てくるわけです。だから、流れとしては本当言うと、靴としての流れっていうか、重心の移動、全部こんなことはしませんよ。でも、重心の移動だけで言うと、これが点です。点からついて、線に流れて、つま先に抜ける。だから点線面という状態で歩かれるっていうのが一番あの山靴、要は硬い靴を利用した歩き方、だから柔らかいのでそこまで多分できないしするべきでもないんです。でも移動としては、体が要はまっすぐの状態が重心向けてるところ、そこが少し倒れるとこの状態になるでしょ、体がちょっとこの状態で、そこで今止まってる状態だから、少しのこの重心のバランスをとって歩いてもらう、重心の移動で歩いてほしいんです。歩くってあの山って結局荷物が増えれば増えるだけ力で歩いたら長距離持たへんです。長距離楽して歩こうと思ったらいかに力じゃなくって重心の移動で歩くか、そうすると靴を利用した、この硬い靴を利用した方が楽やってことです。この反発用はこれ板バレなんです。言ったらこの簡単に言うと、この板バネをどう利用できるか。ほなら、この靴やと、板バネないんですよ。だから、力で持っていかなあかん。だから、長時間、荷物が重たい状態で長時間歩いたら、多分しんどいんですよ。力で歩かなあかん。持たなくなる。で、もっと言うと、例えば、まあ、この辺はもう本当に、入門用の靴なので、全然いいんですよ。で、ただ、ちょっと高い山行って、今度、岩場が出てきて、岩をずっと登らなあかんときに、このよじれって結構しんどいんです。岩をぐっと踏ん張って、こう、よじれていくんです、靴が。そうすると、硬い靴っていうのは、この支点で止まってくれる、ここだけで止まってくれるんで、楽になってくる。でも、歩き方を間違えたらしんどい靴。そこが、どう歩かれるか、だからどんだけの荷物を持たれるかで靴は選ぶべき、っていうことです。はい。いいね。いいっすね。最初こんな靴履いても無理ですか。足痛いだけなんで。そうです。で、若い人力もあるからなんとかなりまして、そこからどうしていくかもまた決めていきたいだけの話で、全然いいです。だから今日の話はどうしても多分歩き方ざっと今から説明しますけど、どうしてもだからこの硬い靴を使った歩き方の説明をしてしまいます。だからそれはこの靴でできるかどうかはちょっとやってもらうと分からないところがあるんで、はい。今練習しといたらいいってことですね。そう、まあ、できたら。だからそういうやり方を覚えてしまえば、肩くさいでも全然問題ないっていうか、その方が楽なんです、絶対。で、ここで上からこれかけます。で、上からかけるのは、ここでクロスするんですけど、結局、さっきもここくるくる巻いてあったのは、交差点の数、要は今、これでほら、交差点ここ、かぶってるでしょ。かぶってるでしょ。わかります。要は紐の交差点で、これもだから上からかけて、ほら交差点、例えばこのままこう引いてしもたら、ほら交差点ってできてないでしょ、ここ、ところがこれを交差点をここで作ってあげると、この紐の抵抗ができるわけです。そうするとこれ押さえて全然緩まないんですよ。だからこの足で押さえといて、こうやって押さえといて思ったら紐が緩まなくって締めれる。上から回す意味が分かります。で、あんてくる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 あんだけ回す必要ってあんまりないっていう、そういうことで面倒くさいだけなんです。次ほどいたら結構先、ほどくん面倒くさいでしょ、手間をどこで省くか、手間を、かけなあかんねんけど、いかに無駄をなくすか。で、さっき言ったように、こんだけ長いと、待ったんだけど、こうやって結んどいてもて、これが、要は、パラパラパラ。で、丸紐。で、この丸紐やったら、比較的まだ、締まってくれるから、ほどけにくいかもしれんけど、丸紐と調子結びって、やっぱり比較的、ようほどけるんですよ。で、これを、ここで、輪っかずっと伸ばしてもらって、ダブルで結んでもらうと、よいしょ、はい、はい、ありがとうございます。一応これで、はい、OK。